皆さんこんにちは、クレモナのピカリンです。本日のクレモナ通信、この何日か間の注目の音楽ニュースランキングでいってみましょう。注目の音楽ニュース第5位、カラオケ業界がもう限界に来ているということで、日本の誇れる文化の一つなはずなのに、まあ、これからその正常に戻ることがあれば、カラオケのね強い企業だけが生き残る世の中になってしまうんじゃないかなというふうに思っています。注目の音楽ニュース第4位、ネトレプコさんが新型コロナに感染ということで、ボリショイのドンカルロに出演で、まあ、陽性が出たということなんですね。ボリショイ歌劇場なんですけれども、大変ですよね。シーズンのね、ボリショイ劇場のシーズン開幕でこうなってしまったからに、まあ、ちょっとドキドキしちゃいますよね。症状は軽いということなので、本当に早く良くなることをお祈りしつつも、まあ、このオペラの飛沫感染のリスクっていうのはまだこうどうもみんなねオペラやってるわけじゃないから言えないんですけれども、まあ少なからず影響はあるんじゃないかなというふうに懸念しています。注目の音楽ニュース第3位、メイキングオブモータウンが公開になりました。すごく面白いみたいで、私も今ですねベースの動きを、モータウンから学べというふうに今監督から言われておりまして、このベリー・ゴーティン・ジュニアさんの、まあ、ドキュメンタリー映像になっているということなんですけれども、すごいですよね。一つの、まあ、レーベルで一つのジャンルを立ち上げるというか、こう成立させて、スティービー・ワンダーとかジャクソン5にしてもそうですし、スモーキー・ロビンソンだとか、もうすごいビッグネームばっかりが出てくるね、レーベルジャンルだと思うんです。でこのモータウンミュージックのすごいところっていうのは、やっぱりこう人種とか、まあ、こういう差別とかのこう垣根をドンと超えるパワーを音楽が持っているっていうことをやっぱり証明しているというか、すごくエネルギーのあるジャンルだし、まあ、それをこう確立していくプロセス、サクセスストーリーっていうのをめちゃくちゃ見たいなというふうに思っています。まあ、何人か私の知り合いの方も見てすごい良かったというふうにおっしゃっている方もいるので、私もぜひ見に行きたいと思っております。注目の音楽ニュース第2位、チェコフィルが2つのグループに分かれてシーズン開幕ということで、まあいろんなリスクがありますよね。本当に非接触を保っている2つのグループに分けてシーズンを開始するということですね。まあ今まあどの世界中そうなんですけど、さっきのねネトレプコさんの話もそうだったんですけれども、一人がかかると全部休まないといけなくなるような風潮にやっぱ来ていて、リスクを削減することを、まあ、意図して、そういう、動きになっているみたいです。開幕のコンサートはダニエル・トリフォノフさんが登場してショスタコビッチのピアノ協奏曲を演奏したということで、まあ、なんかショスタコ独特の不安定さやシニカルな精神批判を見事に表現した名演だったというふうに、言われています。注目の音楽ニュース第1位、オンラインは下でリアルは上なのかという、まあ、問題についてなんですけれども、皆さんはどう思いますか？リアルでも中身の伴わないものっていうのはやっぱり良くないし、オンラインであったとしてもやっぱりものすごく技術が駆使されているというか、まあ、中身のあるものっていうのは素晴らしいということで、今正直言って玉石混合というか、もういろんな良いものもあれば悪いものもあるという状況にあります。でまあコロナの前はですね、リアルの中で玉石混合だったんですね。まあもちろんそうなんですけど、良いものもあれば悪いものは、それに今こうコロナっていうこう状況になって、プラスしてこうオンラインとか配信っていうのはどうやっていうウェイトも一緒にかかってですね、なんかこう話はがこうややこしく考えすぎているように私は感じていて、やっぱどう思うかって言ったら、いいものはいい、悪いものは悪い、もうそれに限ると私は思っています。注目の音楽ニュースいかがだったでしょうか。ではまた次回、アディオス。